若、行きましょう。おっと、そこのランダ、動くなよ。もう手配が回ったか。カレル、あの者に手助けを頼むのはどうだろう。残念ですが、軍内部にも手が回っていることかと。そうか、わかった。カレル、決して無理をするな。承知しました。おい、戦ってる最中にごちゃごちゃうるせえぞ。これはどうだ。好き。準備完了。シェル転送、カレル受け取れ。承知。それ。若、ご無事ですか。それはこちらのセリフだ。ゴディバの犬が何の用だ。あんたね、鳴神家の子息を誘拐したってのは。誘拐？何とでも言え。我々は身の危険から逃れてきただけだ。事情は後で聞くわ。一緒に来てもらえる？断れば。断れなくしてやるまでよ。よかろう。準備完了。シェル転送、カレル受け取れ。承知。アーマーパニック、やば、この野郎。おい、隊長とやらに伝言だ。できれば別の場所で落ち合おうと。拘束する前に聞きたいことがある。今貴様に構っている暇はない。6年前の事件、何が今回のあんたの行動と関係はあるのか。仮に関係があるとしたら、お前はどうするつもりだ。それはあんたを捕まえてから考える。ならば言おう。ここで私に倒された方がお前のためだ。どうだ。深くシステム起動開始。6年前の事件とは何だ。申し訳ありません。いずれ若にもお教えする時が来ます。せめてそれまで私が命に代えてもお守りいたします。ダメだ、カレル。準備完了。シェル転送、カレル受け取れ。承知。今だ。どうだ。お前はもう過去を振り返るな。未来を生きろ。見つけたよ。ん？相手は旧式だけど高い火力を持っているわ。くれぐれも攻撃に当たらないよう気をつけて。はーい。ゴディバだな。隊長はどうした。
話をしてもらった方がいいかな。どうしよう隊長。つないで。はい。お久しぶり、ブレイク。やはり桜子か。担当直入に言うわ。おとなしく投降して。断る。そう言うと思ったわ。当たると痛いよ。これはどうだ。上司の応援なら部下もか。僕は隊長みたいに。あ、ちーくん。ごめんなさい。カレル、あの者たちは知人ではないのか。なぜ協力を仰がぬ。それは無関。滅人せよ。どうだれ。若、ありがとう、カレル。追いついたっと。その機体は、まさか。レッツファイト。アンセルの手先か。やられた。これはどうだ。もしもし、お手伝いに来たよ。ありがとう。あの子、セルナさんからのプレゼントです。かっ。無事か。これしき大丈夫ですよ、若。セルのピーク。準備完了。セル転送、カレル受け取れ。承知。みんなやった。カレル、この子はもらっていくね。しまった。わかブレイブよ。貴様、若を返せ。まさかお前に裏切られるとはな。すでにキーを発動した。アンセル、絶対絶対に許さんぞ。今さら何よ。計画を遂行したまでだ。お前も分かっていたことだろう。貴様のやっていることは間違っている。それを証明するために俺は戦う。これはどうだ。
これはどうだ。そこをどけ。その機体では無理よ。離脱したコアは私の部下が追っているわ。任せて。関係ない。これは俺の戦いだ。落ち着きなさい。邪魔するようであればなぎ払う。発射。楓、深くセルシステム起動確認。支援機とドッキングします。いけ。滅陣せよ。さらばだ。目覚めるとそこは病室のベッドだった。自分自身なぜそこにいるのかわからなかった。囚われてからの記憶は不明瞭で思い出すことができなかった。話を聞くと、随分長い間眠っていたらしい。敵の兵器に組み込まれたこと。墜落する直前に、間一髪で助け出されたこと。思い出せなかった。しばらくして、無事の知らせを聞いた屋敷の皆が駆けつけてくれた。しかし、そこに、カレルの姿はなかった。あれから、一年が過ぎた。いや、私を助けたとき、カレルは重傷を負ったらしい。その後、病院から忽然と姿を消した。話によると、私を狙った一味の一人が彼だった。そして逮捕される前に逃げたのだと。信じられなかった。いや、今でも信じていない。だがそれを証明する手段はもうない。その答えを持っている男を探し出すようだ。